福田紀彦は、日本の政治家。神奈川県川崎市長。元神奈川県議会議員。川崎市立長沢小学校。川崎市立長沢中学校を卒業後。父親の転勤によりアメリカ合衆国ジョージア州。アトランタに移住。アトランタマッキントッシュハイスクールを卒業。米国ファーマン大学政治学専攻卒業後。衆議院議員松沢成文の秘書。 公設第一秘書などを務める。2003年、神奈川県議会議員選挙に民主党公認で初当選し、県議会最年少議員となる。2007年、神奈川県議会議員選挙で2期目当選。県議会では、税、医療、福祉、教育、環境などの分野を中心に、各常任委員会、特別委員会の委員を務める。また、県の審議会としては、 神奈川県市町村合併推進審議会、生涯学習審議会、労働審議会、神奈川県国土利用審議会などそれぞれの委員を務める。マニフェスト大賞の2008年度2009年度の実行委員長として活動。2009年10月、川崎市長選挙に無所属で出馬するが、現職の安倍高尾に敗れ落選。その後、 神奈川県知事松沢成文の秘書、早稲田大学マニフェスト研究所客員研究員を経て、2013年、川崎市長選挙に再び無所属で立候補。選挙戦では、川崎市財政局長を辞し、自民、民主、公明3党の推薦、及び安倍高尾川崎市長から事実上の後継指名を受けて、無所属で出馬した、秀島義夫。 日本共産党の推薦を受け無所属で出馬した市民団体役員の君島地下子を破り当選を果たした。同年11月19日、川崎市役所に初登庁し、正式に第12代川崎市長に就任した。2017年、川崎市長選挙に再び無所属で立候補し、再選。川崎市長就任後の2013年12月10日、 川崎市議会定例会本会議において、神奈川県による県内の朝鮮学校への補助金の予算計上見送りを受け、川崎市内の朝鮮学校への交付が予定され、予算に計上されていた初級学校2校で教材購入等に供される整備等補助金、教職員向けの研修費補助金、保護者に授業料のため付き6000円を補助する児童等保護者補助金の3種。 計840万円を交付しない意向を表明し、同年度の交付を見送った。2014年2月、交付を見送った3種の補助金を廃止し、健康診断等に用いる、外国人学校児童等健康、安全事業補助金、地域間交流に用いる、外国人学校児童等多文化共生、地域交流補助金の2種の補助金を創設した。現時点で、 市内の外国人学校は、朝鮮学校のほかになく、事実上朝鮮学校への補助金となる。翌2015年にも、同名目で児童への支援策として256万円の予算を計上し、福田市長は、この形で今後も継続していく。朝鮮学校だから特別ということではなく子どもの安全、安心、健康のための補助金だと述べた。 2019年12月12日、本会議での川崎市差別のない人権尊重まちづくり条例、全会一致の成案の際、川崎市の取り組みが他の自治体や国に伝わっていく意味で大きな意味がある。一律化だというふうに思うと述べた。ありがとうございます。